様です。ラフト実況パート2やっていきましょう。前回ですね、こちらのイカダにささやかながら帆をつけました。で、あとはリサーチテーブルだっけ、研究用の机ですね、これを作りましたと。サメがいますね。はい、あのサメはですね、たまーにやってきて、このイカダの床をね、食いちぎっていく困ったやつなんですよ。まあそれもね、愛あってのことだと思うんですけれどもね。名前はちなみにサメ島というね、名前をつけました。あれサメ島くんですね。はい、ということでですね、今回この帆をつけたので、この帆の方向をなんか変えることができるんですっけ、これ。あ、なるほどね。こうやると、そっちに向かって、進み始めるということなんじゃないかなと俺は思ってるんですけど、合ってるのかな。あのそっちの島の方行きたいんですよ、向こう側。今回はですね、もうちょっとイカダを大きくね、拡張していきたいなというところでございます。はい、あ、だいぶ遠ざかってってのあれ島がね。これ反対だ多分な。こっち向きですね、ここだなきっとな。はい、よし、じゃあやっていきましょう。とりあえずはですね、何はともあれちょっと資源を集めたいところだな、これな。やっぱね、資源がないと何もできないですからね。当然このイカダを拡張するにもね、板が、厚板がね、必要なので、ちょっとそれが欲しいな。うわ、暗くなってきた、また暗くなってきた。あ、簡素なベッドがあるじゃないですか、これがあれば。あ、夜に睡眠取ったり、はいはい、できるね。あ、結構使いますね。釘は作ったことない。釘、あー、スクラップで作れる。うん、ちょっとベッド作ろうか、まず。あー、来た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 。おー、今日も元気だな、サメ島、一緒に遊ぼうぜ。おらー、えー、まあそう簡単には やられんよ。あー、もうちょっと待って、ないのか、厚板が。修理ができないじゃないか。食べるものもないんだよな。とりあえず早くそっち行かないと。あー、パドル壊れた。パドル作れますかね。ダメだ、作れん、厚板ロープが足りない。ちょっとこの風の力だけでうまくいきませんかね。あー、離れていく、違う。そっか、先にあれだ、魚釣ろう、魚。あ、待って、これ、あー、来た。もう槍も壊れるんだよ。あー、壊れたちょっと待って、あ、持ってかれる、あグリル持ってかれた。あれ、ほぼない、ほぼなくなっちゃった。あ、グリルは残ったのか。ん、何が残った、グリルが、これグリルだよね、グリルが残って、あれだ、水が飲めなくなったのか。うわー、ちょっと待って、釣りとりあえず釣りだけしよう。あー、やった、漂流物あるじゃん。あー、来た。これ漂流物が流れてくる条件がわからん、俺。めっちゃ欲しい。よし。死ぬ。サバ食べる。食え。よし、オッケー、食べた。でも、今度、喉が渇いてやばい。あ、欲しい、それ。めっちゃ欲しい。よっしゃー、生のポテトゲット。ポテト。死ぬから、マジで。ちょっと待って、死にたくない。もう死にたくないんだ。あー、失敗。あー、あれ欲しいな。いけないかな。オッケー、ゲット、よーし、オッケー、よし、槍をまず作った。洗浄機を、場所が微妙ですけど、先にとりあえずもうここに作っちゃって、塩水入れて、カップ、熱いた、オッケー。水が欲しい、頼みます、本当に。すいませんね。よーし、あー、九死に一生だよ、マジで。あー、よーし、やっと喉が潤った。そっちにある芋食べる。俺芋食う。あーなんとかなりそうです。よかった、生きるって素晴らしい。ちょうどいきなりクライマックス迎えちゃったじゃん。そう、漂流物がね、こうやっていっぱい来ればね、ぶっちゃけなんとでもなると思うんだよね。その条件が分かるまでは、あ、これ、来るぞ。来た。待て、こら、やめろ、こら、はい、でい。そう、条件が分かるまではね、ちょっと辛いんじゃないかなっていう気はするよね。
修理します。よし、ちょっと広げよう、こっち側に。はい、あーいいねいいね、あー嬉しい、なんかすごく嬉しくなってきた自由って素晴らしい。あー失敗、いかん、また腹減ってきた。ちょっと食べるもの、食べるものが欲しい、食べるものが欲しいそこ行くか、あっち行こう。行ってもちょっと流される、ちょっと待って、やめろお前、やめろやめろ、危な危な、ちょっとはい待って、ちょっとストップ、あー流れに逆らうのきついな。あのサメいつかマジでやったるからな、お前かまぼこするからな絶対かまぼこにする。そこの樽が欲しい、俺は樽をくれ、樽には食べ物が入ってるはずなんだ。よし、入ってねえ、マジかくそ、あの向こうにも樽あるわ、あっちの樽の方がいいかもしんない。なにこれ、なんか何これ、箱、あ開けた、ソファーを習得しました。ソファーを作れるようになったよ。ソファー、ま、うん、いいんだけど、先に、あ、ま、食べるものがないと、ちょっとマジで。食料のメーターがゼロになると、今度はね、体力が減っていくからね。やばいですよ。芋、芋、いやー、ダメだ、芋入ってない。そこの樽、ちょっと待ってください。いやー、ダメだ、デコレーションパッケージしかない。超マジで、あそこにも樽ある。箱じゃないですか、これはいっぱい入ってんじゃない、食料あるでしょ、はい、ない、全然食料ないんだけど、ちょマジで言ってる、マジ死ぬぞこれ。ちょっと待って、これさ、なんか箱かなんか作れない、あの死んでも失わないようにものを、箱かなんかないかな、小さなストレージ、これ作ろう、これ作ってこの中に入れとこう。あ違う、投げちゃダメダメダメ、びっくりするわ。これを、はい、あ、反対向きだ。まあいいや。ここにさ、入れとこ。厚い板とかさ、それ入れとこう。よし。これでいいかな。これで死んでも、後悔はない。ガシですか。ガシかー。そうですかー。あー、ガシした。くそ。はーい。ちくしょう。まあでも一回死ねばね、うん。あの食料も回復するから。お、なんか今待って、あ、何あれ、すごい断崖絶壁見えてるけど、あ、ちょっといいな、行ってみたいね、あそこ行こうよ。ああ、嘘、落ちた、ちょっと待って、ちょっとそっか、さっきの修理してなかったからか、かじり取られた。あ、箱作ったばかりの箱がひどいくそー、マジかよ、ひでえ、サメ島ひどすぎる、まさにサメ島だな、びっくりするけど、俺びっくりしましたひどくて。おーし、とりあえず島に着いたわ。あのね、今のままだと、まだ餓死は免れないんですよ、僕。ちょっと、食料を探しに、あ、さっきちょっと待って、水を飲もう、まず。水は必要ですね。あ、倒した、サメ倒した、長押しで持ち上げる、やった、サメ肉だやったやったー、サメの頭もゲットした。あ、サメ島、体力回復しないんだ。え、待って、これ、やった、生のサメ肉を置く。おー、これ食料問題解決ではない、しばらく。ちょっとね、サメの肉はね、足が速いから、すぐ腐るから。もう、速攻で全部焼いちゃおう。おー、やったー、もっと明るい時にじゃあ会いたかったな。めっちゃ暗いじゃん。早くベッド作りたいんだけどね、ヤシの葉とか足りないんだよな。でも多分、またしばらくしたら、第二のサメ島が出てくると思うんだよね、今度。サメ島二郎がさっきの一郎だから、一郎は倒したけど、二郎がね、今度多分出てくるから。でも多分ちょっと時間かかるはずだから、その間ちょっとこうやって、うーい、熱い板取ったりね、もう自由だから、俺もう超嬉しい、海の中生活を満喫できるよ。
嬉しいなー。これ何、これなんか取れる、これ。あ、なんかあれば取れるな、これ。ツルハシみたいな、フックみたいなですか。あれば取れそうですね。あー、いいねー。サメの心配をせずに自由に漂流物を取れる。最高、俺は自由を手に入れた。よし、サメ肉料理完了。食うぞ俺は。うわー、でかめちゃめちゃでかい。抱き枕ぐらいありそうだね。いただきます。おお、半分、3分の1は回復したな。サメの頭、これサメ島の頭です。サメ島ヘッド、これ何使うの。サメの残りはどこへ行ってしまったのでしょう。俺の腹の中ですね。なんかこれ洋服マークついてない。あ、加工すれば着ることができるすごいな。探検に行きましょう。この島の探検行きます。敵とか出るかな。一応あれだな、武器、木の槍ぐらいは作っておこうか。はい、じゃあ行きます。あ、まあ、見えた、あそこにサイがいたぞ。なんかいるな、なんかいるぞ。気をつけていこう。あ、なになに、あ、あ、ちょっとすいません、待って、イボイノシシ。うわ、早っ。はい、ちょっと待って、お前、俺やろっつうのか。いや、こいつの動きは直線的だ。横の動きでかわせる。うらぁ、バカ野郎、勝てると思ってんのか。お前も肉にしてやろうか。よし、倒した槍も壊れそう。いいか、持ち上げろ。びっくりしたね、急に。あ、生の肉と皮をゲットしましたね。イボイノシシの頭もゲットですここは結構ちょっと敵対生物がいるな。危険ですよ、割と。あ、なんか建物あるぞ、あそこ。なんだあれ、ちょっと待って、マジ、イノシシ気をつけよう。何、音楽流れてきた。え、何これ。開く。あ、売ってるんだ。え、購入だって、な、何、プラスチック。ガラクタキューブ。あー、ガラクタキューブとかガラクタコインで買うんだ。はーん。で、こっちから物を売ることもできて、そうするとガラクタコインが手に入ると。なるほどね。まあ、なんもないんだけどね。あー、交易所。無人販売ですか。この水は淡水かな。あ、待って、来た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 、逃げろ逃げろ。こわ、あ、復活してる。ちょ、え、こっち来ないよね。あー、怖えー。あ、サメ、サメ復活、サメ復活。ちょっと待って、あー、ジロー、ジローが来やがった。ちょっと待って、これあれだな、早急にあの厚板がないとこれまずいわ。仕方ない。一回、ここ、船出しよう。やむを得ません。くそ、一郎の意志を継いで、二郎が、現れてしまった。島に上陸する前に、ちゃんと体制をこれ、整えた方がいいね。うん。そうしないと、やばいわ、これ。よっしゃ、簡易なベッドを作ろう。ベッドを作って、ちょっと待って。熱板タイムが来ました。すいませんね。熱板大事だから。ベッド真ん中に置こう。はい。よし、寝転がる。やったー、嬉しい。あれ、まだ夜明けじゃない？まだ寝る？まだ寝るかい？あ、でも夜が明けそうだね。寝てる間、サメ島は襲ってこないんだね。うん、そこはちょっとやっぱりジェントルメンなんですね。うん。いくらサメといえど、魚類といえど、この辺の神器は通すと。おーらい、おーらい、おーらい。はーい、オッケーでーす。よーし。いやー、こう見るとなかなか樽にも食料って入ってないね。食料手に入れるのはやっぱりサメ？サメ、うまそうだな、ジロー。お前を食べてやりたいよ、俺は。いや、愛情表現ですよ、これはね。もう食べちゃいたいぐらい可愛いっていう愛情表現だから。よっ。どうですか？わあ、すごい広くなった。やったねー。あ、待って、あそこに。
箱がある、箱。箱、あ、パドルが壊れる。あー、壊れちゃった。あそこは届かねえか。いけないか。頑張れ。でん、やったー、ゲット。よし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 。うわー、嬉しい。ギリギリ届くの嬉しいな。で、こっちはこっちで、ほら、いろいろあるから。よし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 。はい、忙しい。階段あるじゃん。2階作るか。おー、すげえ。めちゃめちゃ立派だ。すげえ立派だ。おお、すげえ。おお。で、ここに土台を当てはめるのか。ん、2階って どうやって作るのこれ。あー、ちょっと待て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 、やめろ。あ、木の柱がまず必要か。柱をこう作る。こうすれば上に土台を作れませんと。まだちょっとね、俺今回あの攻略情報とかね、ネットで調べないようにしようと思ってて、うん、いろいろ試行錯誤するのもね、こういうゲームの多分醍醐味だからって思ってる。みんなもそういうの見たいでしょ、俺があわあわしてんの。ね、俺もあわあわしたいもんだって。あ、これか、木製フロア、これだろう。あー、来た来た来た、なるほど。あ、いけるね。あー、コンテナが、なるほどね。あ、面白い、2階作っちゃった。でも多分これ柱がないとさ、強度がなくてすぐボローンってこう壊れそうな気がしている。作物栽培してみようかな。小区画の作物の地面、ここに置きます。で、そこに植えるのは種芋、これを植える、植える、3つまで。で、水が必要。 OK、 ちょうどございます。こちら用意してあげた水をですね、バッと。あー、いいじゃない、これで芋が手に入るんだな。あ、なに、ちょっと、やめて、え。なんてことして、あ、来た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 、ちょっとやめなさい、やめなさい、やめなさい。よいしょ、はい。モンスター層倒せるかな、結構やってるぞ。またサメ食いてえな。ちょっと木の壁とか立ててみる。やっぱりあのいかだの上といえどプライバシーは必要だからさ。ちょっとね、うん、立てていこうかな。まあ窓もつけますけどね。ああ、いいじゃない、いいね。うん、やっぱりプライバシーは大事だから。あ、ちょ、やめろ、ちょ、え。収穫できますね、します、します、やった。お、すごい、芋6個、え、めっちゃ嬉しい。これでまた植えれば倍々に増えていくってことでしょ。いやー、これ無限ポテトだね。ポテト錬金術、錬ポテト術を手に入れたね。ちょっと島に上陸してみていいでしょうか。好奇心に負けました。青いコーナー占領ですね。敵はでもここいなさそう、ちっちゃい島だからね、多分敵はいないです。あ、パイナップル、これ焼きパイナップルとか作れるのかな。あ、種も手に入れてんじゃん。焼きパイナップルいけるんじゃないですか。ちょっと早く芋焼けて。あ、くそ、熱い板がないから芋ちょっと芋焼けなくなっちゃったよ。熱い板、熱い板ないですか。ないですね。いや、じゃあちょっとパイナップルは持っていこう、そのまんま。こういう陸でもね、熱い板が見つかると嬉しいんだけどな、本当はな。これ向こうが行けると思う、行ってみたいですね。あ、ダメだ、腹が減ってダッシュができなくなった。パイナップルじゃあ食うか。うまい、よしよし、ダッシュダッシュ、あ、落ちる、お、切りいった、オッケー。こっちも食べ物があると嬉しいな。スイカあった、やった。待って待って、あ、ちょっ、あスイカ持てんかった。そんなことある、そんな殺生な。この白い花とかいらない。ちょっと俺スイカマジ欲しいんだけど、行っていいですか。ジャンプでここ登れるかな、無理か。サメはいないな、サメいない、サメはイカダが多分離れてからいないんですよ。取りに行こう俺、スイカスイカスイカ、よし、オッケー、よしよしよし、オッケー、よーし、生きて帰りました、ありがとうございます。食べよう、うまい、まだ食べれる、うまい。ちょっと腹はマイク膨れないけどね、これね。あ、いかん、やばい、あ、待って、
壊される。待って、これ回収したいと。回収、回収、回収。よし、危ねえ。槍がさ、もうこれ多分一発二発、撃退できるだけの耐久力ないはずだから、ちょっと待って、熱いた、熱いた、熱いたを回収しないと。パイナップルの種植え、あ、植えらんない。あれ、ここ植えらんないのか。あ、そう、ここはもうポテイトだけか。くそ、まあしょうがねえ。マジで熱いた大事だな。だって物を燃やすのにもさ使うし、建築材料としても使うし、槍とか作るのも使うしね。すべては厚板でできてるね。この世の最小構成単位が多分厚板だね。さらに階段で上登れてますかね。あ、登れますね。でーん。おー、いいね。あ、いいね。あ、すげえ。クラゲいっぱいいる。へぇー。あ、あ、待って。待って待って、ストップ、ストップ、ストップ。これ、やったよね、今やったよね。サメ、サメくれ、サメ。よし、よし、よし、よし。ありがとう、ジロー。お前の血肉で、俺はもっと強い男になるよ。よし。さあ、どうでしょう。すごい、いい眺めですね。いい景色。あー、いいね。うんうん、いいよ。ちょっと普通のイカダではもうなくなったね。イカダではないですね。3階建てですからね、もうね。うん、イカダではないものの、お、サブローが来ましたね。ようこそサブロー。ちょっとね、ごめんね、歓迎会とか本当はやりたいけどね。ちょっと魚民とかでね。魚の民だから僕らね、魚民でちょっと歓迎会やりたかったけども、ごめんごめん、ちょっとまだ漂流中だからさ、ごめんな。ジローの肉でよかったら食わせるけど。鬼畜。はい、ということで結構今回は、パワーアップできたんじゃないですかね。うん、イカダが大きくなりました。次回はですね、もっとこれ大きくしていこうか。いいね、頼もしいな。ちょっとやっぱ上のボロマスト邪魔だね。もっとね、大きくしていきたいと思います。そして島にも上陸してね、いろいろ探検していこう。サブローがいますね。あ、あそこなんかあるな。まあいいや。今回はじゃあ、こう、とりあえず、あ、でもちょっとやっぱ気になるな。これあそこだけ行っていい？はい。で、ちょっと待って。ここで、アンカーを、ここに。ん？どうすんのこれ。はい。どうすればアンカー設置できるのこれ。はい！止まる？止まんねえな。拾う。あ？あ、なるほど、こういう使い方か。これで、止まるか。止まった？あ、止まったね。絶妙なところで止まったな。ちょっとそこまで、一回あれだな。土台をこうやって繋げて、通路みたいにしていこうかな。はーい。よいしょ、オープン。していいですか、オープン。はい。あ、ぶどうのベトベト。やった、また手に入れた。あ、そっか。これ沈んでいくんだっけ、危ない。ねえ、危ねえ。なんか上にもなんかねえか、あれ。なんか上にもなんかねえか、あれ。なんかある気がするけど。あー、サメ来た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 。お前、ちょ、ほら、ほら、あいや、なんだあれ、気になる。これ何これ、鳥の巣だな。いた、え、襲ってくんのお前。ちょ、こわっ、何よね。いやー、サブロー元気ですね。やっぱり若い者はね、元気です。ということですね。すごいことだったね。もうイカだとは呼べない、これは。今回はこの辺りにしたいと思います。次回も楽しみですね。まあちょっとね、このゲームはですね、うちのチャンネルって大体シミュレーションゲームがね、メインのチャンネルなので、常にこういうサバイバルゲームはですね、打ち切りのリスクがございます。危険性がございます。その辺りですね。次回、お届けできるかどうかっていうところをね、ゲームの内容とは別の意味で、ドキドキできるというね、2つの意味で楽しいゲームになるんじゃないかなと思います。はい、ということでですね、今回はここまでしたいと思います。よければチャンネル登録をお願いします。またこの動画が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。